い、どんぐりトンネルでした。いました。モンゴル。モンゴル、そして、ラポール。のびーる車中泊。ただいまの時刻は13時20分。ここは道の駅鹿島です。お昼を食べるほどお腹は空いてないので、これ買ってきました。すごく良い茶葉のほうじ茶団子。ばあちゃん手作り漬物。これは今食べませんけど。ほうじ茶団子、いただきます。後藤製茶さんのすごくいい茶葉のほうじ茶団子って書いてあります。1時半ってことは、ラフォーレさんでの休憩がどれぐらい ?30 分ぐらい、それ含めて4時間かかりましたね。ほうじ茶団子美味しいね。今日は、前回前々回、ちょっと通行止めで断念したんですけど、リベンジですね。今日は大丈夫だと思うんですよね。はぁ、あと5分ぐらいしたら出発します。はい、それではまた後で。ただいま14時46分。ちょっとですね、高山市で食材の調達をしたいと思ってますが、ちょっとスーパー寄りたいですね。石浦町。そうだ、サルボボ買わなきゃ。サルボボ、これか。到着、エブリフレスポ到着です。ちょっと買い物行ってきます。はい、41号線に戻ってきました。国道41号線です。あと1時間頑張りましょう。なんだあれ、すげえな。この前ここで曲がりましたね。この前は曲がりました、左に。今日はまっすぐ行けそうです。大丈夫そうです。一緒なんでしょうか。41と472同じみたいですね。うお、なんか綺麗。カメラには撮れてないと思うけど、綺麗な川。雪と川のコントラストが非常に綺麗です。あれ？ここ来たかな？もしかして。なんだ、立ち泊か。ここで41号線に出るんです。41号線。ね、道成ですっていうのがね、西成ですね、聞こえる。ついに富山市に、じゃないや、富山県に入りました。はい、細入りさんから読まずに食べる。右側です。お疲れ様でした。到着です。細入りさんからお手紙読まずに。エブリフレスポー店さんで買ってきました。スルガヤ味ご飯、鶏ハラミ炭火焼き、豚肉シューマイの野菜あんかけ、メイン食材
飛騨牛は予算的に厳しかったので飛騨で買ってきた牛肉ですすごいですよ。 324g ででででんででん。飛騨で買ってきたオーストラリア産の、一応飛騨牛じゃないのこれ、飛騨で買ってきたまずは塩コショウします。よいしょ、いきます。片面にわさびを1本、わさび1本、はい、ひっくり返して、ちょっと弱火にします。はい、火を止めて、あとは余熱です。肉がまだ時間かかるので、こっちで、はいはい、クリア朝日、いつものいつものクリア朝日、よし、はい、お疲れ様です。いやー、今日は頑張ったよ、頑張りましたよ。9時半ぐらいに出て、着いたのが5時ぐらいです。7時間ぐらいかかりました。何キロ走ったのかな ?250 は行ってると思うんだよね。あとで字幕で入れましょうか。お昼あんまりお腹空いてなかったんで、ほうじ茶団子だけだったので、お腹空きました。本当はいつもの南蛮漬けとか、それ系が欲しかったんだけど、意外と高かったのでやめました。おじさんね、シューマイ食べると胸焼けするんですよね。なぜか。餃子は平気なんですよ。美味しいけど普通ですね。鶏、ハラミ、炭火、焼き。なんかせせりっぽいね。せせりってどこなんだ?せせりってどこだっけ?首?美味しいです。駿河屋。なぜ飛騨なのに駿河なんでしょうか?わかりませんが。食べてみましょう。早くご飯です。なんで今日はこんなに頑張って走ってきたかというと、明日ちょっと時間が決まってるものがありまして、予約をしてあるんですけど、時間がかかると不安なので、なるべく近くまで来ました。明日は富山の砺波市に行きます。で、予定が決まっているので、なんとか今日頑張って走りました。7時間。でも明日雨っぽいんですよね。ちょっといろいろ考えますが、とりあえずここまで来れてよかった。この前通行止めで通れなかったんですよ。迂回していこうと思ったんですけど、とても進める状況ではなくなってしまったので、リベンジです。とりあえずそんな感じですか。それでは肉が焼けたらまた後で。そろそろ良い時間かな。うん、多分余熱でいい感じに火入ってると思うんですよね。仕上げです。これで OK だと思います。強火で、はい。残念なお知らせがあります。水持ってくるのを忘れました。
飛騨で買った牛です。どうでしょうか。いただきます。うん、飛騨で買った牛美味しいです。あんまりね、脂の多いとこ好きじゃないんですよ。一口目は美味しいんですけど、でもたくさん食べれないんですよね。あれもそうです。マグロの大トロも1個ならいいんですけど、ずっとは食べれません。今日は素敵な素敵な味変です。飛騨といえば大葉味噌です。さっきのスーパーで売ってたので買いました。初めてやりますが、飛騨で買った牛大葉味噌完成です。うわ、どうなんでしょうか。いただいてみましょう。うん、うまっ。結構味噌、甘い味噌なんだねこれ。うん、うまいね。味変成功です。うまっ。ネギうまっ。うん、これはお酒が進みますな。飲みすぎちゃダメだ。明日遅刻できない。飛騨で買った大葉味噌牛、美味しい。なんか美味しそうな名前じゃない。飛騨で買った牛、大葉味噌仕立て。違うね。うん。うまいね。今9時半ぐらいです。もうだいぶ眠くなってきましたので、そろそろ明日は早いので寝ようと思いますが、ただいま外気温が4度です。で、車内が 8.9 度ですが、今のところファンヒーターなくて大丈夫そうなので、このまま寝ようかなと思っております。寒くなったらつけるかもしれませんが、それでは明日に備えて早く寝ましょうかね。おやすみなさい。おはようございます。今日は雨です。ファンヒーターが2回目ですね。昨日つけて夜寒くて1時間ぐらいかな、つけて消してまた寝て、朝さっきつけました。サブバッテリー88って出てます。外気温は4度、車内は今 18.8 です。もうちょっとしたら出発です。はい、おはようございます。8時になりました。行きたいところがあるので出発しますか。今日は雨ですね。道の駅遅入りさん、お世話になりました。静かでいいところでした。前にもね一回泊まったことありますね。割と平らだし、トイレ綺麗だし、北東沿いなんでね、トラックが割とみんなちゃんと止めてくれるので、まあ、変な人はいない。トンネル抜けたらわかります。ででんトンネルを抜けると、ちょっと今日雨でよくわからない。はい、トンネルを抜けたら日本海です。目的地は左側です。お疲れ様でした。はい、到着。
でしょう。はい、道の駅アメハラシさんで合ってるこれ。はい、アメハラシさん、雨晴らしてもらえませんでした。残念ながら晴れてると景色いいんですけどね。残念ながら今日はまあしょうがないですね。路面電車がいますね。これはまあ路面電車か。服部くん、服部くん号。なんで？なんで服部くん？ここか？あ、大阪屋ってスーパーだよね。どうしようかな。はい、ホームセンター武蔵さんですね。ちょっと買い物行ってきます。今日はちょっと趣向がいろいろと違います。富山といえば路面電車に。ということで、ちょっとですが路面電車に乗ってみたいと思います。電車は市民病院前を出ました。だそうです。電車は市民病院前を出ました。どっからこっから乗る、こっから乗るの。末広町まで行ってみたいと思います。6分。なんかピンク色で可愛いです。なんかピンクの可愛いやつが来ました。ダンプさん、路面電車面白かったっすね。末広町で降りて今歩いてます。去年もここ来ました。富山といえば富山ブラックメンパチさんです。今年も美味しかったですね。ハチさん、チャーシュー麺食べました。結構チャーシューがっつりでお腹いっぱいになりました。富山ブラックってしょっぱいという人が多いんですけど、ここはそんなにしょっぱくないです。できました。はい、次行きます。寒いです。雨降ってるし、こんなとこ誰も歩いてないけど、今日はいろんなことイレギュラーです。今日は電車で行くつもりだったのに、ダメですね。電車で行くつもりだったんですけど、電車だと間に合わないことが分かりました。なぜかというと1時間に1本しかないんです、この電車。なので歩いた方が早いんです。電車より歩いた方が早いってどういうことですか。バン、寒いし、この状態で撮るのもしんどいね。見て、あと 400m。 天気良ければいいんだけど、雨と風でしんどいです。頑張ります。ここです。ここはサブロー丸蒸留所です。去年ね、行って
買ったんですけど、今日は工場とか蒸留所の見学を予約してたので入り口が分かんないです。若鶴酒造、このように、老舗の酒蔵161年目の歴史ありますが、ただいまからご案内いたしますのは、ここから200メートル奥にあります北陸最古のウイスキー蒸留所になります。で、先ほどまでの番がですね、レジの方で300円のおチョコを購入いただき、そのおチョコがお土産になりましてね、お酒を飲むことができるというコーナーになっております。ウイスキーの蒸留所の方はですね、ここの地名、砺波市三郎丸を取って三郎丸蒸留所とまた違う名前がついております。三郎丸蒸留所です。こちらがウイスキー作り70年目の歴史を迎えます三郎丸蒸留所になります。左手に製造ラインが並んでおりますが、今ウイスキー作りの方ですね、一旦準備中の期間に入りまして、3月下旬頃からウイスキー作り再開の、はい、予定となっております。こちらの蒸留所、もともとは富山市内にあった富士越の軍事工場なんですが、はい、6年前に老朽化が進みましてね、改修工事を行いました。その時にインターネットからお金を集めるクラウドファンディング、目標金額2500万円を大きく上回る3825万の協力がありまして、こちらリニューアルされておりますね。またですね、そちら銅像がございますが、ここでウイスキー作りをスタートした2代目稲垣の方を見られます。スコットランドの蒸留所では、この爆豪を食べに来るネズミを追い払うために蒸留所に猫を飼う歴史があって、うちもそれに習いましてね、ウイスキーちゃんとこちらに買ってるんですよ。そのまま出てきた樽出しウイスキーっていうのもね、大変人気がございます。はい、共同樽オーナー制度っていうね、キャンペーンでオーナーになられた方が実際に自分で名前を書きに来られる、そういうねキャンペーンも行っております。こちらのタンクの周りにはですね、地元の高岡陶器の銅の着色の模様をデザインでつけておりまして、樽は稲見、機材は高岡陶器っていう風にね、富山県が誇るテクノロジーでここではウイスキー作りが行われてます。ようこそ三郎丸蒸留所へ。わしは樽爺、この蒸留所を長い間見守ってきたんじゃ。さあ、わしが案内してあげるぞい。モルト、70年前から私ども本場スコットランドの原材料を使っています。なぜならばですね、こちらではスモーキーなウイスキーを手がけておりまして、スモーキーさはスコットランド産の麦芽でしかないんですね。こちらがスモーキーさの元になるピートと呼ばれる泥炭です。スコットランドにたくさんある泥炭、スコットランドでは若い石炭とも言われてまして、今香りはしないんですが、一回火をつけるとすごい煙が出まして、乾燥させる目的でスコットランドでピートの煙でいくした、うちはピート麦芽しか使わない蒸留所になってます。高岡陶器、地元の技術でできた鋳物型蒸留機となりましてね、鋳物ということで型に金属を流し込む製法になります。世界共通の蒸留機は 100% 銅、1枚の板をこう叩いて伸ばして作る鍛造型、世界共通なんですが、うちは鋳物ということで鋳造型になります。
間違えました、反対乗っちゃいました、あと1時間電車来ないですけど。大阪屋さんに来ました。なんか買って探してきます。買ってきましたか。雪やばくなってきましたよ。重たい雪ですねこれ。荷物になるので昨日は買いませんでしたが、その分ちょっと今日買ってきたいと思うので、サブローマル蒸留所にまた向かいたいと思います。ここから7分。ここはね、トイレじゃない、トイレはトイレです。もう帰りに間違えて反対の電車に乗っちゃって来たとこです。昨日頭が回ら、全然頭が回らなくて、来た電車に乗ったら逆でした。降りて駅員のおじちゃんにここはどこですかって聞いたんですけど、全く聞き取れなくて、どうやら反対だ、どうすればいいですか、切符買って引き返してくれって言われて買いました。190円でした。待ってる1時間が寒かったです。ローカル線は1時間に1本しかないんですね。昨日は疲れた。日頃の運動不足がたたりましたね。なので今日は大したことしません。はい、到着。156号線を富山方面に向かって、富山方面、富山市かけ流し本格温泉440円だって。さあどこに向かってるのかというと、本日の富山ブラックです。昨日は麺八さんに行ったんですけど、今日は違うところに行きます。路面電車来ました。昨日行った麺八さんとそんなには離れてないですね。同じ高岡市内です。はい、ラーメン誠屋さん、ラーメン誠屋さん、ちょっと今風です。極太麺です。つけ麺と同じぐらいの太さなんですけど、美味しかったんですけど、ちょっと太麺あんまり好きじゃないので、そこが違ったらよかったなと思いました。三井アウトレットパーク北陸親子、こんなとこにあるの、アウトレットパーク北陸親子。え、この中にあるの？え、どういうこと？約150メートル先、右方向です。なんでメルヘン親子？ちょっと人いすぎるな。人が多すぎるな。これめっちゃいる。いいんだろうけどさ、どうしよう。なんかのんびりできないな、こんな人いっぱい。めっちゃいるんだけど。やめました。多分いいところだと思うんですよ。人気があって。ただね、街中すぎて、ちょっと求めてるのとはちょっと違ったので、別のところに行きます。ここから18キロ。移動しまーす。うわぁ、何でしょうか。またコインランドリーがあった。コインランドリーだらけですね、やっぱり。県道42号線、福光でいいのかな。
陸県の42号線を五ヶ所山五ヶ山ん沿道42号福光方面304号線に入りました。 1.5 キロに近いです。五ヶ山方面に向かっております。完全に雪山ですね。この辺の道の駅があります。ここですか。はい、右に曲がるそうです。できましたね。はい、県道27号線県道27号線を金沢方面に4km に近いです。あと3キロ深井、はい、深井ぬくもりの本日休業って書いてあるけど休業だって。ちょっと戻ってもう一個なんかあったんですけど、なんか通常より混んでますって出てました。うわすげえな。うわっ、目的地に到着しました。お疲れ様でした。法輪寺温泉かなりかなりレトロです。確実に昭和な雰囲気です。もうこうなったら行ってみましょう。はい、行ってみます。法輪寺温泉入ってまいりました。本当はぬくもりの里に行きたかったんですけど、なぜか今日お休みでした。定休日じゃないんですけども、なので近くにある法輪寺温泉さんに行きました。ちょっとゴロゴロしようと思ってたんですけど、ここはそういう感じのところではないので、お風呂だけちゃちゃっと入ってきました。一応露天風呂もありました。内風呂一つと露天風呂一つですが、露天風呂は知らないおじさん同士が入るにはちょっとしんどい感じの大きさだった。あれは交代で入る感じなんでしょうかね。タイミングが良くて3人ぐらいしかいなかったので露天風呂入れました。で、内風呂は結構暑いので長く入ってられません。内風呂はでも5人入るとちょっと内風呂もしんどい感じ。完全になんていうか昭和ですね。移動します。落ち着いた。お風呂入って、お風呂は気持ちよかったです。行きましょう。それでは、はい、四輪駆動します。歩車分離。いけるかな。
三足じゃないと登りません。行けないんですか？展望台は行けませんでした。来ましたね。来たことあります。ちょっとこの先に面白いスポットがあるので行ってみようと思います。はい、火の川。はい、岐阜県に入りました。富山県に入りました。はい、岐阜県に入りました。はい、富山県に入りました。はい、岐阜県に入りました。はい、富山県に入りました。はい、岐阜県に入りました。もう終わったの？もう終わったかな。宿泊候補2軒目今向かっておりますが、どうなんでしょうね。割と混んでるとこなんですけど、うわ、なんかいっぱいいます。なんかいっぱいいます。工事関係者ですかね。どうしよう。今日の車中泊場所、上平と白川郷をチェックしてきたんですけど、白川郷は車がいっぱいで、もしかしたら工事関係者で終わればいなくなるかもしれないけども、ちょっと遠慮しときましょうかね。だいぶ雪がやばくなってきましたね。で、どうするかっていうと、上平まで戻るか、ちょっと進んで、前回も車中泊させていただいた飛騨白山にするか。マイナス1度ですって感じなんですけど、飛騨白山さんはこの前ちょっとお休みみたいで空いてなかったので、食べそびれたものがあるので、ちょっと行ってみましょうかね、飛騨白山まで。あとちょっとなので見てこようと思います。もうちょっとですね。あ、もう見えました。ここですね。いました。はい、前回と同じとこです。やってますかね今日は。今日は帰ろうと思ってましたが、帰りません。いろいろ買ってきたんですけど、テレデン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 、サルボボ、黄色。サブローマル蒸留所のスモーキーハイボール。去年買ったのと変わってるんですけど、新しくなったそうです、これが。でん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 。アジ南蛮漬け、またかい。大阪屋さんで買ってきたんでしょうね。でん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 。でんでん、巨大な、マダラ、アラ、198円。てれれれ、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 てれれれ。黒とろろ、とろろ昆布のおにぎりなんですけど、黒いのが、どうやら最近、売り出し中らしいです。これぞ、大阪屋の、食事系アンパン。とりあえず、ないんですよ、カオルビとここ。ないっていうか、あるんですけど、当期販売中止になってました。コカ・コーラの人が来てくれないみたいです、ここ。タラのアラ、塩して、焼いてきます。弱火で10分ぐらい火入れました。お水を入れてきます。昆布だし。
一本入れます。蓋して、では白だしと醤油をちょっとだけ、味噌にします。今日はひだの舞茸、ネギいっぱい入れましょう。なんか落ちた。それでは鍋はまだ全然できないので、鍋っていうかあら汁だね。アジの南蛮漬けと昨日買った黒田鮮魚店さんで買ったアジ刺身です。今日はサブローマル蒸留所スモーキーハイボールで。はい、お疲れです。スモーキー、今日はね疲れてません。疲れてないし温泉入ったし、でファンヒーター今つけました。サブバッテリーは今残り 80% って出てますけど、あんまりこれは信用できません。味尽くしです。じゃあ刺身いただきますか。うわ、風がまた風がやばくなってきたな。じゃあアジ、美味しい。そしてアジ、美味しい。そしてアジ、美味しい。そしてハイボール、美味しい。結局前回と同じところに泊まることになったんですけど、本当はねもうちょっと先のっていうか清流の里だったかな、もうちょっと先のとこにする予定だったんですけど、今日は昨日疲れすぎたので今日は横着しました。できました。鍋というよりあら汁です。あら汁、タラのあら汁できました。熱そうだな。美味しい。うまっ、あら汁美味しい。で今日はちょっと辛くしたかったので柚子胡椒をゆず胡椒うまっ、めっちゃうまい。ゆず胡椒最高だな。タラのあら、石川県産って書いてあったね。この辺で今回の旅の一番の目的はですね、蒸留所に行って見学をさせてもらいたいというのが一番の目的でした。なんでウイスキーがそんな興味があるんですかっていうことなんですけども、まあお店やってるのもそうなんですけど、もともとは日本酒が好きだったんですけど、おじさんはですね痛風が持病になってしまいまして、醸造酒系はほとんど味見以外しないんですよね今。蒸留酒なんですけども、ウイスキーとかウォッカとかテキーラ、ジン、ラム、そういうのは蒸留酒というのになります。一度アルコールを蒸留して抽出するので、まあ糖分が少ないですよね。なので今はほぼウイスキーです。ウイスキーに凝り出したのは割と最近でですね、見たこともある方もいらっしゃると思いますが、TBS 系のクレイジージャーニーっていう番組が好きでですね、虫食うおばちゃんとかね、いろいろあった加藤さんとかね、ゴンザレスとかね、そういう方々が出る面白いやつなんですけど、その中でね、栗林浩吉さんっていう方が出た回がありまして、栗林さんっていうのがね、昔目白に住んでたんですけど、そこに田中屋さんっていう酒屋さんがあって、何回か行ったことあるんですけど、
田中屋さんの店長なんですよね。会ってたかどうかわからないんですけど、栗林さんがスコッチの聖地と言われるアイラ島に行くっていう回なんですよね。それを見てですね、アイラ島のウイスキーって飲んだことなかったので、ちょっと買って飲んでみたんですよね。そしたら今まで知ってるウイスキーとは全く違くてですね、びっくりしたっていうか、ウイスキーってこんなに味の幅がすごいんだっていうのがまず一つ。その時飲んだアイラ島のやつはちょっと自分的には苦手な、いわゆるピーティーってやつですね。かなり薬臭いやつで、と思って他のをあれこれ買って試してみたら、あのボーモアっていうところの蒸留所がありましたね。ボーモアの12年っていうのを飲んでみたんですよ。そしたら結構美味しくてですね、まあいわゆるスモーキーだけども、ピートもあるけどそんなにきつくない、これは美味しいなと思い始めて、そっからスモーキー系のウイスキーをいろいろ試すようになったんですよね。突出してピーティーなのはやっぱりラフロイグとかアードベグとか、その辺はかなり突出してます。そこまでいっちゃうとね、まだね、美味しいのはわかるけどちょっとまだきつすぎるっていう感じですよね。で、安いやつでティーチャーズをいつも飲むんですけど、ティーチャーズはブレンドしてあってサントリー系列かな、かなりねバランスが良くて美味しいんですよ。ウイスキーでも角とか、なんていうかな、あの尖ったなんか刺激が来るのがよく好きじゃなくて、国産のウイスキーにはよくある感じのあの尖った感じの好きではなくて、ティーチャーズはそれないですね。あとはアードモアっていうのがあるんですね。ティーチャーズより高いんですけど、もっとスモーキーで美味しいんですけど、高いので、高いといっても多分3000円台ぐらいだったと思うんですけど、普段はティーチャーズです。その栗林さんっていう人がそのアイラ島の蒸留所に行って、バリンチっていうんですけど、まあ樽から直接出してもらって試飲したり、最初の樽詰め前のやつを飲んでみたりね、その辺のがやりたいなとは思ったんですけど、今回の見学ツアー無料なんですけど、まあ試飲は300円、そんなに種類はなかったんですよね。樽を寝かしてるところは今回行ったところじゃなくて山の中にあったりするらしいんですけど、本当はねそっちが見たかったまあ多分中にはなかなか入れないので、そこの映像とかね見れたらいいかなとは思ったんですけど、どういうところで寝かされてるのかっていうのを見たかったんですけど、300円じゃなくて3000円払うので、もうちょっと種類試飲させてもらいたかったな。前回ね10年苗っていうのを買ったんですよ、去年ね。サブローマルさん寄った時に、国産にしては珍しいスモーキー系の味だったんで、なんでって思って、で興味を持ったんですね。サブローマル蒸留所、シングルモルトのサブローマルっていうのがあるんですけど、できればそれを買って帰りたかったんですが、売り切れです。すぐ売り切れになるらしいです。玉兎かな、玉のうさぎって書くやつかな。調べるとですね、玉兎はスモーキーさはそれほどでもないっぽくてですね、バランスをとってるタイプなので、ちょっと購入はやめました。10年苗よりちょっともっとスモーキーなのが欲しかったのだとすると、多分シングルモルトのサブローマルの方だと思うので、やめてハイボールだけ買ってきました。このハイボールも去年買って結構美味しかったので買ってきました、お土産兼ねて。なんだろう、よくどこにでも売ってるハイボール缶のね、ハイボールとは全然違うので、もしネットで買われる方がいたら試してみてください。まあ最近車中泊の時はだいたいウイスキーを持ってってるんですけど、ウイスキーと車中泊って結構相性がいいんですよ。なんでかっていうと、そんな深酒しないですからね、車中泊。栗林さんがあのウイスキーは時間を飲む飲み物だって言ってたんですよね。その通りだなと思って。だウイスキーって時間がかかるんですよね。絞ってすぐはい出しますみたいんじゃなくて、抽出してから何年か寝かさないとウイスキーにならないんですよ、その樽の中でね。でその樽もいろいろな種類があってね、シェリー酒っていうちょっと甘いお酒があるんですけど、それを作った時の樽、あとバーボンの仕込んだ時の樽を使ったりとか、あとは樽の内側を一回焼いてね、香ばしい香りをつけたりとか、いろんなやり方があるんですけど、まあ、そういうのが年数とともに味とか香りになっていくので、
こだわった蒸留所は7年まで出さないとこもあったりするので、一番若くても3年、それが基準らしいので、まあ、最低3年かかるんですよ。3年間という時間を考えながら味わったりとかね、まあ、そんなことをやってるのが車中泊の夜の時間の過ごし方としては僕は好きなので、もし試される方がいたら、あの割と相性はいいので一度は試してみてほしいと思います。おはようございます。8時半です。外気温はマイナス7度、車内は今 16.5 度。こっち側のカーテンを開けてみたんですよ。こちら側が景色がいいので。そしたらさっきはね、20度、20点何度あったので4度下がりました。やっぱりカーテンないと寒いですね。ファンヒーターなんですけど、朝つけてサブバッテリーが40何%ぐらいになってて、多分ちょっと途中で気がついたのか分かりませんが、2時間ぐらい使った時点でサブバッテリーが切れてました。で今ポータブル電源だけで回ってるんですけど、ポータブル電源が今 75% ぐらい。昨日2日目は蒸留所に行って試飲をしたかったので、車中泊はしないで電車で移動しました。なのであんまり走ってないんですよ。休憩とかで結構使ってて、昨日の日中もそんなに距離は走ってなくて、多分ねサブバッテリーが満タンにはなってなかった気がします。あとはマイナス8度かな昨日ん。やっぱ気温が低いと減りが早いと思います。だって朝つけた時40何パーって出てる。このメーター自体があんまり正確ではないんだけどね。バッテリー追加してよかったですね。気温が低いとやっぱり減り早いですね。多分ね、充電もあんまり寒いとされないと思うんですよね。マイナスの中にいる時間がなかった。昨日相当寒かったな。ファンヒーターがないと過ごすのはきつかったと思います。つけてれば暖かいんで、そろそろ帰りますか。もうちょっとしたら帰りますので、今回はこれで終了ですかね。わかりませんが、サブローマル蒸留所、富山に来ることがあったら行ってみてください。本当はねもうちょっと時期は後の方がいいんで、富山にお越しの際はサブローマル蒸留所ぜひ行ってみてください。まあ、ウイスキー興味ある人はそうですけど、国産にはない味ですね。まあ、若干あるんですけど、サントリーの格とかあの辺とは全く違います。味がスモーキーな味が好きな人は面白いと思います。国産では少ない。新聞モルト、サローマル、ジンブルモルト、おっしゃったりさ、10年によって